惑わされるな。私だけがお前の真実だ。セフィロス！何やってんだお前。何事だ。バレットじゃないか。おお先生、久しぶりだな。何年ぶりだ。ずいぶん物騒なものをつけたな。ま、元気そうで何よりだ。ああ先生もな。あちこちガタが来ているが、患者を見れば元気が出るよ。それと覚えてますか。もちろんだと。ティファ、立派になって。傷はもういいのか。おかげさまで。あの時は本当にありがとうございました。先生がいてくれなかったら、私は今頃。いや、あれは運が良かった。ちょうどシンラのヘリがいてな。シンラですか。覚えていないのも無理はないが、連中も悪い奴らばかりじゃないよ。ティファ、君の命は人々の善意でつながった。それを忘れちゃいけない。無駄に使うことはわしが許さんよ。はい。しかしなんだ、不思議な組み合わせだな。おう、そうだ、ちょうどいいところに来た。手伝ってくれ。あの患者から血を取りたいんだ。暴れないように抑えてくれんか。この連中の症状は麻酔中毒のものだ。ただ血液を調べてみたところ、奇妙なことを見つけてね。何か分かったのか。血液の中にわしの知らない成分が入っている。正体は分からんが、似たような血なら見たことがある。その目はソルジャーなんだろう。元ソルジャーだ。ソルジャーは職業ではない。一度なったら死ぬまでソルジャーだ。ええ、血をくれんか。断る。わしはね、彼らは劣化したソルジャーではないかと考えている。あくまでも仮説だがね。実際のところはもっと調べてみないとわからん。クロマントは他にも来たんじゃないか。ああ来た来た。怪我をした連中は保護したが、他はゴールドソーサーへ向かったらしい。ゴールドソーサーだ。ああ理由なんか知らんぞ。わしに聞くな。あの少女が大人になってあのバレットと一緒に戻ってくるとは、俺はどんな暗示なのかね。考えてもわからんか。ねえ、ゴールドソーサーってあの有名な毎日がお祭りの遊園地でしょ。行くんでしょ。行くよね。ユフィ、目的はクロマントだ。いやあ、私初めてだよ。ゴールドソーサーに行くならこの先にロープウェイがある。どうせ行くならさっさと行こうぜ。魔鋼の事故のせいでうちの人も亡くなった。旦那の方準備はいいな。さっさと行こうぜ。ここがロープウェイ乗り場だ。ねえ、早く行きたいのは山々なんだけど、仕返ししなくてもいいわけ？
バレットが村のおっさんたちに侮辱されまくって私までムカついたんだけど。いいんだ、行こうぜ。事情も教えてもらえないのかな。お金に目がくらんだとか言われてたよね。私が知ってるバレットはそういう人じゃない。何か誤解があるんじゃない？来ねえな。マリンも来れる生まれだよね。来れるには良質な石炭が取れる炭鉱があってな。村の住人は少々気笑いが性根はまっすぐな、そんな連中ばかりだった。それを俺はめちゃくちゃにしたんだ。全部俺のせいだ。いいところだったぜ。誇りっぽくて貧しかったけどよ、のどかで村のみんな仲が良くてよ。それなのに魔鋼という言葉を知ってから全てが変わっちまった。反対してるのはダインだけだが。俺は反対だ。炭鉱を捨てるなんてありえない。じいさんたち、親父たちが命がけで守ってきた財産だ。でもよダイン、もう石炭なんて誰も使わない。毎日体が悲鳴上げるまで働いても俺たちは年々貧乏になっていく。ダインさん、魔鋼炉が完成すれば収益の一部は村へ還元されます。皆さんの生活は保障され、今よりも豊かになるんですよ。なあダイン、俺はミーナにこれ以上苦しい生活をさせたくねえんだ。それは俺だって同じだ。でもだからって石炭が用済みだなんて認めたくない。俺たちも用済みってことなんだぞ。これはもう生き方の違いですね。となれば話し合いでどうなるものでもないでしょう。村長、そろそろ氷結に移っては。それではケツを取る。それから2年ほどで魔鋼炉が完成して試験運転も順調だった。みんな喜んでたよ、これで豊かな生活が始まるってな。でもある日、魔鋼炉が爆発した。お前たちも山で見たろ。そしたら神羅の軍隊がやってきて、村は焼かれ大勢が殺された。スカーレット、スカーレットがやったの？そんなことになるんだ。爆発は村の反対派の仕業ってことで処理しようと考えたらしい。もちろん
誰もマコールに近寄っちゃうね。完全なでっち上げだ。許せない。ああ俺も許せねえ。でもよ、一番許せないのは俺自身だ。マコールに夢を見て村をその気にさせたのは俺だから。さあ、行こうぜ。慰めとかてめえのせいじゃないとかそういうのはいらねえからな。この後悔は俺の一部だからよ。うん、そうだね。せっかくゴールドソーサーに行くんだし空気を変えなくちゃ。ん？暗い顔してたら楽しめないもんね。楽しむってお前な、そんな旅じゃねえだろうがこれは。No! ゴールドソーサーあっちかな。うん。ご清聴ありがとうよ。バレット・ウォレス、ティファ・ロックハート、クラウド・ストライク。見てこれ。お仲間はスラムの花売り、実験サンプル。なんなのこいつら。いよいよ本格的な指名手配ですね。いいと思います。そんなことじゃなくって、どうしてわしが配達するの。宇宙部門統括なのに。信頼されてるってことじゃないですか。
どうした？行くぞ。訪れるものだよ。いいですか、お二人さん。クラウド、負けるな。クラウド。
Oh yeah! Come on! ささやかな例だ。ゴールドソーサーを存分に楽しんでくれたまえ。ありがとう。すごかったね。クラウド緊張した？別に。クラウド慣れてるもんね。この前なんかミツバチの館で。エアリス。ようこそ黄金の楽園ゴールドソーサーへ。では私たちも楽しんじゃいますか。うん、そうしようか。コスタでも遊んだじゃねえか。じゃあ多数決。ちょっとだけ遊ぶの賛成の人。今のうちだ。楽しめ、クラウド。クラウド、休んだ方がいいと思う。いや、大丈夫だ。別に遊びたいわけじゃねえんだろ。おとなしく宿で休んどけ。わかった。じゃあ、あたしたちも行っちゃおう。こっちこっち。ちゃんと休んでね。持ってるよ。おっちか。確かに今のうちだ。
け魔法を使ってんだよ。これもあれも全部魔法だ。つまりライフストリーム、星の血。落ち着けバレット。仲をしてますな。お二人さん、よかったら占いましょうか。明るい未来、愉快な未来、あ、悲惨な未来が出たら堪忍してや。なんだこいつ。お兄さん、お兄さん、こっちこっち。僕は占いマシーンロケットし、よろしい。お兄さんスマイル。ここは日頃の面倒事を忘れて楽しむ場所やねんから。ほら、笑って笑って。うるせえ。行くぞクラウド。